ミハイロフスキー城、ミハイロフスキー城、ミクヘイローフスキーザマック、ミハイラフスキーキャッスルは、ロシア、サンクトペテルブルクにある城塞。別名を、インジェネールヌイ城、インゼンーニーザマック、義士の城ヌイという。英語版では、セイミハイル城、ショートトン、マイケル、エスキャッスルの名称である。ミハイロフ城とも言う。ミハイロフスキー宮殿は、 ロシア皇帝パーベル一世の宮殿として、1797年から1801年にかけて建設された。設計者は、ヴィンセンツブレンナである。ミハイロフスキー城は、正方形の対象の平面であるが、四方のファサードは、フランス古典主義、イタリアルネサンス、ゴシック様式など、それぞれ異なる建築様式で表現されている。ミハイロフスキー城は、 夏の庭園の南側にある。この地には、元は女帝、エリザベータ・ペトログなのがあった。エカテリーナ2世の後を継いだ、パーベル1世は、母ミカドの自責を意味嫌った。皇太子時代、ガッチナやパブルフスクに所用を持ち簡素な宮廷生活を営んでいたパーベルにとって、母ミカドの影響の強い東急は暗殺と陰謀の巣窟でしかなかった。パーベルは身を守るために、 新たな宮城を建設することにした。宮殿は、パーベル自身が描いたスケッチが元に設計され、丸みを帯びた角を持つ、正方形建築で、中央部に八角形の中庭を持つユニークな城塞となった。この城は、萌香川、フォンタイカ川、築城にあたり新たに堀井として建設された、境界運河の日曜運河の2本の運河によって囲まれた。さらに運河に跳ね橋を架けたほか、 秘密の通路や橋壁、窓や扉に、鋼鉄製の格子を張り巡らすなど防備を充実させた。1797年2月26日、グレゴリオ歴3月9日に、城塞の建築が開始され、1801年3月まで工事は行われた。これに先立つ1800年11月8日、観光式が行われた。この日は、聖教会でパベルが、 自身の守護天使とみなしていた大天使、ミカエルの記憶日にあたり、厳粛な封建式が挙行された。ミハイロフスキー城の名称は、ここに由来する。また、同じ1800年にミハイロフスキー城正門前に、パーベルが敬愛していた、ピョートル大帝の聖堂の騎馬像が置かれた。このロシアで最も古い騎馬像は、建築家のバルトロメオ・ラストレッリの手によるものである。 この騎馬像はすでに1724年に鋳型が完成していたが実際に銅が流し込まれたのは1746年ですでにストレッリが死亡した後であった。さらに銅像設置は設置場所をめぐる予定変更によって2点3点し1800年になってパーベルの直例によってミハイロフスキー城の南側正面に設置された。銅像にはパーベルの注文で 創村から創祖父へという文字が彫られた。台座には大北方戦争でスウェーデンに勝利した場面がレリーフになっている。ミハイロフスキー城の建物はシンメトリカルな全体に対して代償様々な形の部屋を廃止非対称的な構成となっている。東西南北のファサードから中庭への通路があり、ルスティカ仕上げの重厚な壁と二組の府中にペディメントがあしらわれている。 入り口の両脇にはオベリスクが配置され、力強さが強調されている。モイカ側に面する北側ファサードは大理石の列中が低く抑えられ、オープンテラスが設けられている。北側入り口にはヘラクレス像とフローラ像が設置され調和が取れた空間を構成している。東西には戦闘が立ち、東側に礼拝堂、西側に楕円形ホールが作られた。 一方で上塞としての備えも怠りなく、大砲に重門を備え、四方に方向を向けていた。皮肉なことに、パーベル一世は、ミハイロフスキー城を居城と定めて移転した40日後の1801年5月12日に暗殺された。パーベルが殺害されたのは、ミハイロフスキー城の寝室である。ハンパーベルの貴族、将校らによって締め殺され、意外は踏みつけにされた。 パーベルの後を継いだのは、パーベルの長男で、エカテリーナ2世の寵愛を受けた、アレクサンドル1世である。アレクサンドルは、ミハイロフスキー城を暗殺犯の一人、ニコライズーボフに貸しした。パーベルの死後、提出以下は東急に移り、ミハイロフスキー城は、20年以上の長きにわたり、放置された。その後、1819年になって、 ロシア軍主要公平学校の校舎として、払い下げがあり、1823年正式に、学校となった。後にこの公平学校は、ニコライフスカヤ技術、インジェネールヌイアカデミーと解消する。これにより、ミハイロフスキー城は、インジェネールヌイ城と呼ばれるようになった。公平アカデミーには、小説家のドストエフスキーが1838年から1843年まで、 市官候補生として在学している。1990年代初頭からミハイロフスキー城は国立ロシア美術館の文館として使用されている。現在では肖像画のギャラリーとしてロシア皇帝、皇后の公式肖像画や17世紀後半から20世紀前半肖像に関する常設展示会が行われている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。